皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ちょっと細かい話ということで、1週間のキャッシュレスホテル航空会社。こちらをね、 ニュースをまとめてね、紹介していきたいなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。はい、ということで、こちらがね、えー、まず一番最初ですね。こちら、沖縄のブエノチキン、結構有名で、私もね、これ、ツイッター会話ではね、非常に有名でですね、利用したいなと思っていて、まだね、利用したことないんですけども、このブエノチキンですね、2020年3月現在、ブエノチキン冷凍パックが買える、 自販機みたいなのがですね、4月2日から那覇空港の保安検査場内に設置予定ということで、これね、もうね、設置されたみたいなんですよね。ぜ、え、ひ、ー、ね、こちら、えー、結構好きな方もね、いらっしゃって、マイラーの方もね、結構有名なこのブエノチキンのブ。 販売機、ブエノチキンっていうのが、こちらね、えー、設置されているっていう風になりますので、設置場所は国内線待合室、喫煙所前、えー、保安検査場イ過ぎた後、JAL26 番近く、ANA 側36番近くにね、あるみたいですので、価格は1は丸ごと3500円、えー、半は丸ごと1750円ということで、 現金、キャッシュレス、えー、各種で買えるっていう風になりまして、真空パックでね、えー、購入することができるっていう風になりますんで、えー、好きな方ね、結構いらっしゃるのではないかと思いますので、ぜひね、那覇空港ね、行かれる予定のある方は、えー、ぜひね、購入してみてください。私もね、次回行ったらね、えー、ぜひ購入させていただいて、ビール飲みたいなと思います。 それでは次にですね、エアウォレット、えー、ちょこちょこ私のね、動画で紹介させていただいておりますけれども、えー、追加、えー、登録1万円以上の出金で500ポンタポイントね、来ております。初めて始める方はですね、えー、2500ポイントね、取れるキャンペーンが来ておりまして、またね、既存の方もね、500ポイント、えー、ポンタポイントなんでね、JAL マイル貯まるっていうふうになりますので、ぜひね、こちらエントリーしていただいて、利用ね、していただければなと思います。 こちら非常にいいですよね。エントリーしていただいて、銀行口座追加していただいて、1万以上の出金していただければ、500ポイントもらえるっていうふうになりますので、まあ、ノーリスクでね、もらえるっていうふうになりますので、ぜひこちら参加してください。それでは次です。9月9日には全額着地バシククエックペイチャンスキャンペーンということで、これね、全然話題になってないんですけども、2020年4月から、 2025年3月までということで、かなり長い期間、毎月9、19、29の日は、9、9がつく引き全額キャッシュバックキャンペーンが抽選で9190名に当たるキャンペーンがね、開催されております。こちらね、毎月9、19、29ということで、今日から行くとですね、4月の9日からですね、9、19、29年、ね、来年の3月までね、開催されるということで、 期間中対象日にクイックペイを利用すると、抽選で9190名に全額キャッシュバック上限1万円っていうふうに なってるんですよね。これね、話題になってないんで、結構いいのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、え、キャンペーン期間ね、参加、あの、エントリー不要で利用することができて、4月の9日から来年の3月の29日まで、え、キャンペーン期間中、9月つ日が対象ということで、9、19、29の日に、クイックペイを使っていただくと、全額キャッシュバックがね、いただけるかもしれないっていうキャンペーンになっております。で、対象のね、えー、支払い方法なんですけども、アップルペイ、グーグルペイを含む全クイックペイが 対象ということでこちら物理カードでも大丈夫そうですねで対象となるクイックペイの発行会社ということで以下の会社を除くすべてのクイックペイ発行会社が対象ですということで対象とならない会社ねこちらに記載あるんですけども残念ながらジャルペイメントはねダメみたいなんですけどもアメックスがね入っておりませんので アメックスのクイックペイもね、利用することができると思いますので、ぜひこちらね、アメックスのクレジットカードを保有されている方は、9、19、29のね、ついている日に関しては、クイックペイね、使っていただく。もしくは、この期間中はね、クイックペイ積極的に使っていただくみたいな。まあ、そういった感じで利用していただければですね、もしかしたら1万円、まあ、全額キャッシュバックね、当たるかもしれないっていうふうになりますので、場所はね、特に決まっておりませんので、 この日に関しては、クイックペインで利用していただければなと思います。それでは次ですね、イオンペイがですね、利用できるようになりましたということで、サンドラック、えー ダイレックスでしたっけまあ、あいろんなね、あの、ドラッグストアで利用することができて、5%還元がね、開始になっております。ここら辺のね、あの、対象のお店で利用する予定のある方は、ぜひね、イオンペインで利用していただくと5、5%還元でね、利用することができるっていうふうになりまして、こちらの期間が4月1日から4月30日まで利用することができるっていうふうになりますんで、これはね、覚えておいていいのではないのかなと思います。それでは次です。こちらは予告ということで、ウェルシアカードね、保有されてる方いらっしゃいます。 ますかね、私はね、ポイントサイトの案件で、まあ、1万円ぐらいだった時に、ね、発行した、このウェルシアカードなんですけども、こちらはですね、なんと4、5月の10日からですね、スタートするんですけども、毎月10日、ウェルシアで10%還元でっていうのはね、始めるんですよね。 200円ごとに20和音ポイントがね、もらえるということで、こちらね、ANA マイル還元率にすると7%還元っていうふうになりますんで、200円ごとに20和音ポイントということで、100円で10和音ポイントをね、獲得することができて、貯まるポイントは和音ポイントっていうふうになりますんで、この英語の和音ポイントはね、T ポイントに交換することが等価でできますので、ANA マイル還元率は7%還元で、 利用することができます。こちら非常にすごいですよね。5月10日ということで、このウェルシアに関しては5月10日はウェルシアカードの 10%還元例にして、20日に関しては1.5倍で使えますけども、それもね、20日に開催されているということで、10日、20日はね、ウェルシアでかなり強いキャンペーンが、まあ、今後ね、利用することができるというふうになりますんで、ウェルシアカード持ってる方限定にはなりますけども、このウェルシアね、そんなにね、安いお店ではないんですけども、卵とかね、非常に安いんですよね。ちょっと私はね、この卵を買いに行こうかなっていうぐらいね、このウェルシアね、あのスーパーよりも安かったりしますので、まあ、ひとまずね、ウェルシア 普通にに利用するる予定のある方、まあ、5月10日に関してはねね ANMR 還元率7%還元なんで、ねまあ、ちょっと高くてもね、まあ、これだったらいいんじゃないかぐらいね、いいと思いますので、ぜひこちら、えー、利用されている方は、ウェルシアカードね、利用していただければなと思います。持ってない方は、まあ、ポイントサイトね、ポイント上がったタイミングでね、作っていただくのがね、いいのかなと思います。 それでは次です、えー。楽天ペイで楽天キャッシュを受、えー、送る受け取りで抽選200組に楽天ポイント、えー、1万ポイントが当たるキャンペーンが来ております。こちらね、送った方、受け取った方、両方ともにね、5000ポイントずつね、もらえるキャンペーンみたいなんですけども、4月1日から4月の26日開催されております。で、こちらエントリーが必要になっておりまして、この楽天ペイでね、楽天キャッシュ、私はですね、いつもね、あの、購入したのを、あの、ミニストップでね、 オンで楽天バリアブルカードを購入して、キャッシュ購入したりしてね、まあ妻に送ったりしてるんですけども、まあそういう予定のある方はですね、こちらね、利用していただくのね、非常におすすめです。もしかしたら当たるかもしれないっていうふうになりますんでね、これエントリーしなきゃいけないキャンペーンなんで、 あんまりね、利用する人いないんじゃないかな、なんていうふうに思ってまして、結構当たんじゃないとかね、思ってるんですけども、まあ、とりあえずね、利用される方はね、エントリーポチッとしといていただければな、と思います。それでは次です。こちらね、ANA のマイキャンペーンの方にあったんですけども、ANA ワークポイント3ヶ月ボーナスマイルキャンペーンっていうのを今開催されておりまして、このドロッピンっていうのにね、会員登録するだけで550マイルもらえます。4月1日から4月30日までということで、 これね、ワークスペースのね、あのー、お店みたいなんですけども、こちらね、3ヶ月連続でキャンペーンをこられるみたいで、4月から6月、えー、4月に関してはこのね、ドロッピンで登録すると50マイル。で、またね、えー、5、6もね、同様のキャンペーンね、予定しているみたいですので、まあ、これ会員登録するだけでね、50マイルもらえるっていう風になりますんで、ぜひこちら、えー、ちゃちゃっとね、もらっておきましょう。キャンペーン期間は4月の1日から30日、ボーナスマイル積算時期は通常のマイルとは別に、2028月頃に積算 されれますすととといいいいうことでこでではねねやっといた方がいいです、ね、それでは次にこちらダイナースクラブカードなんですけども非常にいいねサービスが開始になりましたい,いつものお店でポイントボーナスサービス開始についてということでダイナースクラブダイナースクラブプレミニアムカード三井住友信託ダイナースクラブカードを対象に 特定の加盟店をご利用オンライン明細確定通知サービスの登録ダイナースクラブアプリサインオンをいただくとポイントが5倍になるサービスが開始になりますということで対象、えー、サービスはねこういった形になるわけなんですけども条件達成した上で、えー、こちら1000円利用していただくと通常10ポイントボーナスポイント40ポイントで合計50ポイントが1000円利用するとね、えー、もらえるっていうふうになりますで1000円でね50ポイントっていうふうになりますんで100円でね5ポイント、えー、もらえるっていうふう になりますで、ダイナースプレミアムの方はさらにね、えボーナスポイントがつくということで、1000円利用すると合計55ポイント、100円にすると5.5%還元でね、利用することができるっていうふうになりますんで、こちら非常にいいですよね。それでは次ですね、ANA ランジの有料サービス、今ね、あの国内線も確かできたと思います国際線もね、利用する ことができるんですけども ANA のねラウンジっていうのは有料でね利用することができるんですよね、えー、成田羽田ホノルルの空港はね利用することができてツイートラウンじはね利用することができませんでこちらね値段上がったみたいですね4000だったものがなんと8000円倍になったっていう風になりましてこちらね事前の申し込みの場合だと4000円だったものが8000円で今ね当日カウンターでエ、えー 申し出るとですね、6000円だったものが12000円にね、上がったということで、ANA ラウンジで12000円って、まあまあですよね。 はい、もちろんね、まあ、お酒飲み放題ですね、食事も食べ放題なんですし、まあ、シャワーとかもね、利用することができますけども、ちょっとね、有料で利用するにはね、かなり値段が上がりましたよね。しかもね、あの、ウェブサイトからと当日とね、かなり値段違いますんでね、もし利用するっていう方は、こちらの方がね、4000円安くなるっていうふうになりますんで、もし利用する方は、事前のね、申し込み、忘れずにね、していただければなと、 思います。それでは次にですね、こちらね、ANA のね、ステータス持ってる方はね、非常にいいキャンペーンがやってまいりました。IHE One Rewards Elite 獲得キャンペーンということで、これね、昔からね、ANA のね、このマイキャンペーン見てる方はね、知ってると思うんですけれども、私がね、2020、 4年の1月にですね、ニューヨーク行きましたよね。あの時にキャンデルッツスイーツ宿泊しましたけども、あの時プラチナステータスでしたよね。あのステータスどうやって取ったかって、これで取ったんですよね。2、3年、もうね、結構前、4、5年前かな。 はい。結構前にですね、この ANA のステータスを持っていると、IHE のね、ステータスがくれますよっていうキャンペーンあったんですよね。もうずっとこれやってなかったんですけども、なんとね、復活ということで、今ね、案内されております。ぜひね、ANA のマイページの方に行っていただいて、こちらね、ぜひ探してみてください。登録期間2020年の4月の1日から5月の31日。で、キャンペーンの内容なんですけども、 ダイヤモンドサービスメンバー、プラチナサービスメンバー、スーパーフライヤーズ会のお客様で、キャンペーン登録中に参加の上、対象期間中に IHE ホテルリゾートの公式アプリなどで直接予約してご宿泊していただくと IHE のロイヤリティプログラム IHE ワンリバーズのステータスをご招待いたしますということで、 ちょっとね、条件変わっておりまして、昔はね、もう本当にステータスマッチ、まあ、申し出るだけでね、ステータスもらえたんですけども、あの、宿泊しないとね、ステータスもらえないんですけども、一応ね、そんなにハードル高くないんでね、もしね、IHE のステータスね、欲しいっていう方は、ぜひね、チャレンジしてみていただければなと思います。で、キャンペーン期間なんですけども、登録期間が4月の1日から5月の30日、宿泊期間が4月の1日から6月の30日、i h e ンリバーズステータス提供期間 期間が2020年の8月1日から2025年の12月31日っていうふうになります。宿泊期間がね6月30日までなんですけども、ステータスもらえるね今年の8月以降っていうふうになりますので、この点ご注意ください。で対,対象のお客様ということでダイヤモンドプラチナスーパーフライヤーズワンリバーズ会員の。 会員登録がおすみめのお客様ということで、もしね、IHE の会員登録済んでない方は、ぜひね、会員登録してから利用してください。で、特典内容なんですけども、各 ANA ステータスごとに、滞在回数に応じて i h e ンリバードのステータスをご招待した、いたしますということで、各ステータスによって対象区間内のご利用回数1回または2回以上で i h e ンリバードステータスが異なります。1滞在で200以上する場合も、1滞在とみなされますということで、このホテルの1滞在っていうのは、 A ホテル、B ホテル、一泊ずつするとえ、2滞在になるんですけれども、一つのホテルで2泊以上してもえ、1滞在っていうカウントになりますので、この点ご注意ください。で、1滞在するとですね、ダイヤモンドの方はプラチナ。プラチナステータスの方は1滞在でゴールド。スーパーフライヤーズカードの方は1滞在でシルバーエリート。で、ダイヤモンドメンバーの方で2滞在以上でえプラチナエリート。ですので、 プラ、ダイヤの方は1滞在で OK っていうことですかね。で、プラチナメンバーの方は2滞在でプラチナエリート。スーパーフライズ会員の方は2滞在でゴールドエリートということで。まあ、ちょっとね、SFC の方はね、最高でもゴールドしかもらえないんですけども、まあ、プラチナ持ってる方はね、2回宿泊すればプラチナ。ダイヤ持ってる方は1回でプラチナになれるっていう風になりますんで、これはね、非常にいいですよね。ステータス特典がね、こちらになるわけなんですけども、今回提供されてるのがシルバー、ゴールド、プラチナということで、 ダイヤモンドにはなれないんですよねで、えー、こちらですね一番上のプラチナであれば下の方に行っていただくと えっと、こちらですね、ホテル特典ということで、無料のインターネット、Wi-Fi 無料になって、客室保証がついたり、無料のアップグレードをね、受けることができます。で、チェックイン時のウェルカムアメニティ、ポイントまたはお飲み物、スナックですね、利用することができて、アーリーチェックインも空室状況に応じて利用することができて、レイトチェックアウトも午後2時までね、無料で利用することができます。まあ、レイトチェックアウトに関してはね、どのステータスでも、まあ、空室状況によってはね、あの、利用することができるみたいなんですけども、まあ、アーリー チェックインも、ね、利用することができるっていうふうになりますんで。 これはね、持っといて損ではないのかなと思います。宿泊しなきゃいけないんでね、ちょっとお金はかかるんですけども、欲しいっていう方、まあ利用してみたいっていう方はですね、ぜひね、利用してみてください。それでは次にですね、JAL マイレージバンクログイン方法変更についてということで、今ね、ログイン方法って、お客様番号と、まあ、パスワードっていうふうになってると思うんですけども、こちら変わるみたいですね。2020年7月上旬、6桁の数字のパスワードは利用できなくなりますので、お早めに変更お願いします。 ということで、JAL マイレージバンクのね、ログイン方法変更はね、発表されておりますので、ぜひね、こちら、変更されてない方、早めにね、変更しといておきましょう。それでは次ですね、JAL ね、国際線70周年ということで、ちょっとね、動画を出すタイミングをね、逃してしまって、今ね、あの、JAL の国際線セールね、やってるんですよね。4月2日から4月の9日までということで、登場期間4月の2日から来年の2月の28ということで、 かなり長期間ね、えー、やっているっていう風になりまして、またね、日本国内乗り継ぎ区間無料でね、 ホノルル、最安8万7千から、利用することができるっていうふうになりますので、まあ私が調べた感じだと、最低でもまあ10万円ぐらいでね、一人、えー、ホノルルね、往復、えー、エコノミークラスになりますけれども、まあ利用することができるっていうふうになりますんで、この期間ね、かなり、長期間でね、今セールやってるっていうふうになりますんで、気になる路線ございましたら、ぜひね、チェックしてみてください。それでは次にですね、フェアフィールドバイマリオットで、道の駅キャンペーン2つ開催されている 多いんですよねっていうのもこちらねあのー、5月の31日までの予約期限で最大30%オフプロモーションコードね D3Q っていうのを入れていただくとこの最大30%でフェアフィールド・バイ・マリオットのねホテルに宿泊することができてこれね2 0 2 0年の4月の2日から12月の31日までね宿泊することができるキャンペーンなんですよねで今ねマリオット・ボンボエは、えー、宿泊実績2倍キャンペーンを今月末ぐらいまでやってますよね ですので、こちらで、ね、併用することができると思いますので、もしね、国内でもうちょっと宿泊したいっていう方は、ぜひこちらね、利用してみていただければなと思います。一応ね、Q1 グローバルプロモーションとね、併用できないってことはまあないと思うんですけれども、一応ね、確認してから利用していただければなと思います。で、もう一個ですね、道の駅プロジェクトで、 こちらね、宿泊券のキャンペーンもやってるみたいなんですよね。で、こちらは残念ながらね、宿泊期間がね、5月の6日から7月の23日ということで、こっちはね、1万円ぽっきりで大人2名ね、宿泊することができるみたいなんですけども、残念ながらね、Q1 グローバルプロモーションには間に合わないっていう感じですね。ですので、まあこちらもね、まあ1泊2日ね、1万円で、 泊まれるんであれば結構お得に利用することもできるホテルがね、あるのではないかと思いますので、気になる方はこちらもね、ぜひチェックしてください。それでは次にですね、こちらね、インプレスウォッチでね、えー、報道されてるんですけども、レボリュートのことについてね、書かれておりまして、なんとですね、見てください。5月には一部クレジットカード、デビットカードでのチャージ手数料撤廃を発表するっていうことがこちらにね、書かれてるんですよね。 これめちゃくちゃ朗報ですよね。はい。まぁ、あ、ごじ、えー、詳細はね、後日発表のということで、えー、続報を待ってほしい。またね、なお注意点としては、2月の26日以降、デビットカードからチャージされた資金は、送金並び ATM 引き出し利用できなくなり、扱いとしては既存のクレジットカード、プレペイクカードと同様になっているということで、中にはね、勘違いされている方もね、いらっしゃるみたいなんですけども、今もうレボリュートっていうのは、銀行振込以外のね、あの、チャージしたものに関しては、出金することね、 ダメなんですよね。あの、規約違反。まあ、もしできたとしても、まあ、やりすぎたらね、赤番とかになってしまうんですよね。まあ、こういった感じになるわけなんですけども、5月にはですね、一部クレジットカード、デビットカードからね、チャージ手数料撤廃することが予定されているっていうふうになりますんで、もう4月なんでね、本当にあと1ヶ月以内で、このね、レボリュートっていうのは一部のね、クレジットカード、デビットカード。まあ、これがね、どこを指しているのかちょっとわかんないですけども、手数料なくなるっていうふうになりますんで、 これは非常に期待ですよね。というのも、このレボリュートっていうのはですね、まだね、ANAPay にチャージすることがね、実はできるんですよね。まあ実はというわけではないんですけども、まあ知ってる方もね、いらっしゃると思うんですけども、ANAPay が出た時にね、レボリュートからチャージして、あ、レボリュートからチャージできんだと思って、まあ思ってて、まあいろんなルートがね、出てきて、いろんなルートがね、閉鎖されて、今に至るわけなんですけども、こちらね、先日やった時も、レボリュートから ANAPay っていうのはチャージすることができるんですよね。 ですので、もしね、今後 a u p a y p r e p とかの、まあ、チャージ手数料1.7%今かかりますけども、まあそういったものであったり、またね、三井住友カードとかね、そういったカードからのチャージ手数料をなくしてくれればですね、今ね、いろいろ閉鎖になってしまったこの ANAPay のね、ルートが、このレボリュートのね、チャージ手数料撤廃によって、また再開通っていうわけではないんですけども、またね、利用されていくっていうふうになるんですよね。しかもね、このレボリュートのいいところはですね、アメックスからね、 a u p a y プリペイドを経由すればチャージすることできるっていう風になりますんで、こちらね、期待して待ちたいですよね。それでは次にですね、ANA のクレジットカード、三井住友プラチナプリファードもそうなんですけども、三井住友カードのね、クレジットカードって、解約画面に行くとですね、こういったバナーがね、出る人が多いんですよね。 これね、ずっともう3年4年ぐらい前からね、ずっとあるんですけども、特にね、今、三井住友プラチナプリファード、先日ね、SBI 証券のね、クレカ積み立てで、解約が発表されましたよね。まあ、それも伴ってですね、おそらくかなりね、多い方が解約を予定していると思うんですけども、それのね、引き止めがね、今多分入っていると思いますので、 かなりの方、ツイッターでね、この無料になりましたっていう方がね、多いっていうふうになりますんで、三井住友カードね、発行されている方は、ANA カードも含めてですね、VPASS アプリの解約画面ね、行っていただいて、こちらのバナーね、出ないか、ぜひね、チェックしてみていただければなと思います。こちらね、出るとですね、次年度の年会費が無料になるっていうふうになりますんで、まあ、三井住友プラチナプリカードだったらね、3万3000円、ANA だったら、 ゴールドカードであればね、まあ1万5千円ぐらいするんですけれども、ANA のね、プラチナカードとかでもこちら出る方いらっしゃるっていう風になりますんで、 これで出てポチッと押せば、プラチナプリファード8万ぐらい年会費すると思うんですけども、それも無料になってる人ね、結構いらっしゃいますので、こちらね、まあ1回ではなくてですね、本当に2週間に1回、まあできれば1週間に1回ぐらいね、ぜひチェックしていただければなと思います。タイミングがね、どのタイミングで出るかわかんないんですけども、ひとまずね、あの、ちょっと出てなかったけど、今見たら出てたとかね、1週間前見たら、 出てなかったけど、今見たら出てたとかね。まあそういった声もね、結構聞かれておりますので、ぜひね、こちらこまめにね、チェックしてみていただければなと思います。で、注意事項としては、SFC が付いている ANA カードを持っている方、こちらの方は、これね、あの本当に間違えて解約してしまうと、SFC 飛んでしまいますので、もし心配な方はやんないでください。本当に自己責任になってしまいますので、 三井住友プラチナプリファードとかね。まあ、うっかり解約しちゃってもね。まあ、ちょっとこれからクりカしミたつね。10万、あの5、5%で取れるんで、痛いとは思うんですけども。まあ、FC 飛ぶよりね。まあ、はるかにいいと思いますので。まあ、このね、心配な方はね、ちょっとやんないでほしいんですけども。このババナが出ればですね。年会費翌年無料になるっていうふうになりますんで、めちゃくちゃいいですよね。ぜひこちらね、V s s アプリから解約画面までね、進んで、この画面ね、出ないかチェックね、してみていただければなと。 思います。これ出たらね、無料になるっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。はい。ということで、今回ね、ちょっと細かい話、まとめてね、紹介させていただきましたけども、いや、やはりね、レボリュートね、非常に朗報ですよね。一応5月なんでね、来月にはね、詳細わかると思いますので、その時にはね、またね、動画出したいな、なんていう風に思うんですけども、やはりね、三井住友カード、AU ペイプリペイド、ここら辺をね、ぜひ入れていただきたいですよね。はい。先日のね、バンドルカードの解約でもうね、 アンドロイドの方は楽天エディにね、チャージするのは本当に直でチャージする。もうポイントももらえないルートしかね、残されておりませんので、 ポイントね、ちょっとでも取れるルートがね、欲しいですよね。こちらもね、来月にはね、わかると思いますので、詳細出ましたらね、また動画出したいな、なんていう風に思いますので、ぜひチェックしていただければな、と思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画がに立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリア診断、ポイントサイト診断やっておりますので、こちらからね、無料で利用することができて、またね、4月1日に、LINE、えー、公式アカウントの 限定動画出させていただいておりますこちらねあの大人気のカードがですねポイントアップねしておりますのでぜひねこちらね、えー、見ていただければなと思いますということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ